戦争における戦闘形態は時代とともに大きく変化し、現在ではハイテクを駆使した戦闘機やミサイルといった兵器が際立った存在となっている。しかし戦闘の最終的な段階は今も地上戦によって決着がつけられており、軍用銃は依然として大きな役割を担っている。軍用銃といっても大口径から小口径まで多くの種類があり、さまざまな分類の仕方が存在する。このビデオでは現代の戦闘形態に基づいて軍用銃をアサルトライフル、スクワッドオートマティックウェポン、いわゆる SAW、 そしてマシンガンの3つに分類した。アサルトライフルは歩兵1人ずつに支給される銃で、現在では単にライフルとも呼ばれている。常に最前線で使用されるため、いかなる状況下でも確実な作動、高い連射性、射撃中のコントロールのしやすさが要求されている。同時にメンテナンスの容易さも求められ、分解クリーニングが簡単であることも条件となっている。また兵士全員に支給されるため、大量に生産できなければならず、高い生産性が求められる。そして現代の戦闘形態では装甲車やヘリコプターなどを使った兵員輸送が行われるため、コンパクトでスペースを取らないことも重要な条件となってきている。FN 社の最新アサルトライフル FNC 5.56mm NATO 新正式弾薬決定に伴い、すでに定評のあった同社の FN ファルを改良しスケールダウン、1976年に完成した。レシーバーの下の部分がアルミ合金の削り出し、上部がプレス鋼板という組み合わせになっているほか、メカニズムでは小口径高速弾に適したロータリーボルト形式のロッキングシステムを採用しているのが特徴となっている。ファルに代わる新しいアサルトライフルとして注目されており、ベルギーをはじめスウェーデン、インドネシアなどで正式となっているほか、多くの国で採用が検討されている。
ヘッケラー&コッホ社の最新アサルトライフル G41。 アメリカ軍正式ライフルを強く意識した設計で、 NATO 正式となった M16 のマガジンをそのまま使用しているのをはじめ、確実に弾薬をチェンバーに送り込むボルトフォワードシステムの採用や、3点バーストコントロールのスタンダード化など、現代アサルトライフルに求められるスペックをもって完成されている。現在、イタリアのフランキー社がライセンスを取得、生産が開始されている。アメリカのアサルトライフル M16A1、 アーマライト社のユージン・ストーナーが AR-10 を小口径に改良して完成。1960年ベトナム戦争をきっかけにアメリカ軍正式となり、その後陸軍用に改良が施され、 M16A1 が登場した。発射ガスの一部を直接利用するアクションの小さいマイクロロッキングラグ、そしてアルミニウム系の合金を多用した本体やプラスチック製のストックを備え、斬新なメカニズムと素材で注目された。これは NATO 新正式弾に対応して進化した M16A2 と、榴弾を発射する M203 グレネードランチャー。こちらは特殊部隊用に切り詰められたショートモデル M16A2 カービン。オリジナルの M16A2 より全長で162ミリ、重量で800グラムのコンパクト化を実現している。M16 シリーズは現在もアメリカをはじめ、カナダ、イスラエル、フィリピンなど60カ国以上で採用されている。ロシア製の最新アサルトライフル AK-74、 ベトナム戦争でいち早く小口径アサルトライフルの導入に踏み切ったアメリカ軍に対抗し、1974年ロシアの銃器設計家ミカエル・カラシニコフが AK-47 をベースに発展させ、口径を小さくしたモデルである。
AK74 シリーズのショートモデル AKS74U、 AK74 と同一のメカニズムと折りたたみ式のストックを備え、バレルサイズを214ミリ短縮している。これは AKM をベースにハンガリーが独自に開発した AMP69、 そのままの状態でグレネードを発射できる機能を持っている。AK シリーズに共通するカラシニコフシステムと呼ばれる単純な構造は、高い耐久性と生産性を備え、現在も旧社会主義諸国の代表的なアサルトライフルとして、ロシアや東ヨーロッパなど多くの国々で採用されている。ここでアメリカ軍の正式だった M16A1 の 5.56 ミリ弾とロシアの AK74 5.45 ミリ弾を比較テストしてみよう。5.56 ミリ、 5.45 ミリ、実験では25ミリ圧の合板を使用している。5.56 ミリ弾は9枚目の板で止まっているが、 5.45 ミリは13枚まで達しており、しかも外に飛び出している。次に粘土を打ってみる。スピードは遅いが貫通力に勝る 5.45 ミリ弾は弾頭が変形しやすく、この実験でも上方に抜けてしまった。同一口径の弾薬であっても、弾丸の種類が違えば、同じターゲットに対してもその性質・性能は大きく変化する。弾薬には多くの種類が存在し、目的によってその都度的確な弾薬が選択・使用されている。イギリス軍正式ライフルL85A1、 ユージン・ストーナー設計のライフル AR18 をベースとしており、マガジンがグリップより後方にセットされたブルパップと呼ばれるスタイルをとっている。ブルパップタイプはショルダーストックの内部にレシーバーが組み込まれているため、銃全体をコンパクトなサイズにまとめることが可能で、連射中もコントロールしやすいなどメリットは多く、現代アサルトライフルの一つの流れとなりつつある。L85A1 はこの新しいコンセプトをオーソドックスなプレス鋼板のボディに収め、
耐久力に優れたライフルに仕上げられている。近未来的なフォルムを持つオーストリアのステアー AUG。 一体となったストックとグリップ、レシーバー内のパーツのほとんどは特殊プラスチック製で、特にマガジンは内部の弾薬が確認できるように半透明となっている。スコープはレシーバーと一体式で狂いが少なく、キャリングハンドルも兼ねている。ブルパップタイプでありながら、薬莢を排出するエジェクションポートは左右どちらにでも設定することが可能で、左利きのシューターにも対応している。オーストリア以外にもニュージーランド、オーストラリア、サウジアラビアなど多くの国で正式となっている。フランス軍の正式アサルトライフル、ファーマス。正確な照準を可能にする安定性に優れたバイポッドを備え、ブルパップライフルとしての完成度を高める一方、プラスチックを多用した先進的なデザインは、その外観からトランペットのニックネームで呼ばれている。個性的なシステムを備えたライフル G3。 1950年代にスペインの瀬戸目研究所でドイツ人技師が設計したものをベースとして、ヘッケラー&コッホ社が完成した。ローラーロックを組み込んだ独特なブローバックシステムを持つほか、プレス鋼板を多用して生産性を高めているのが特徴となっている。これは G3 のサブマシンガンバージョン。改造を専門とするアメリカのメーカーが最大の威力を持つサブマシンガンを目指して製作したものである。こちらは40ミリグレネードランチャーを装着した G3。 対人対戦車用以外にも催涙弾や信号弾なども発射できる。
G3 は 7.62 ミリ NATO 弾を使用したアサルトライフルとして高い実績を誇っており、現在正式としている国は世界で40カ国以上、うちドイツ、スウェーデン、ポルトガルなど10カ国以上でライセンス生産が行われている。ベルギーの FN 社が誇るベストセラー FN ファル、オーソドックスなティルトボルト方式と耐久性に優れるスチールを削り出したレシーバーとの組み合わせで信頼性の高いライフルに仕上がっている。トラブルの少ないシンプルな構造が評価を受け、1952年に他のライフルに先駆けて量産体制を整え、西側諸国を中心に販売された。現在ベルギーのほかにイギリスをはじめとする旧英連邦など10カ国以上でライセンス生産され、36カ国で採用されている。ヘッケラー&コッホ社が次世代のアサルトライフルとして開発した G11、独特の直線的なフォルムを持つこの銃の最大の特徴は、薬莢のないケースレス弾を発射することである。ケースレス弾薬はそれ自体軽量で、兵士が大量に携帯できるという大きな利点を持つほか、薬莢を排出する必要がないため、ブルパップタイプでもシューターの利き腕を選ばないというメリットも生み出している。アサルトライフルの新しい可能性を示す銃として注目されており、現在ドイツ、アメリカなどでテストが繰り返されている。軍用銃はさまざまな戦闘の形態を経験して今日に至っている。現在さまざまに分類される軍用銃はライフルと機関銃の2つを起源としている。連射連発能力を追求したライフルがボルトアクションとして姿を現したのは19世紀の後半。ドライゼやモーゼルによって近代連発軍用ライフルは完成された。ボルトアクション式連発ライフルは改良を加え、第一次第二次大戦を通じて使われ続けた。
しかし第二次大戦では多くの新しい銃が登場し、戦闘形態も大きく変化を遂げ、ライフルにも短時間に多くの弾丸を発射する連射能力が要求されるようになる。こうした流れと並行して、軽量小型で連射性能のみを追求したサブマシンガンが第一次大戦末期に完成する。 MP18 などに代表されるサブマシンガンはフルオートマティック連射機能を備えていたが、ピストル弾を使用するため射程距離は短く、近距離でのみ威力を発揮した。第二次大戦中には各国がさまざまな形態のサブマシンガンを製作し、一般歩兵に広く使用されるようになり、大量生産のための改良が進められた。第二次大戦末期、ドイツはライフルに劣らない射程距離を持ち、サブマシンガンのようにフルオートマティックでも発射できる MP43 を開発した。現代アサルトライフルはこの銃のコンセプトを原型としている。MP43 の出現はその後のライフルに多大な影響を与え、アメリカでは AR-10 が開発され、後に改良 M16 となった。一方、初期の機関銃は19世紀の半ばアメリカやヨーロッパに登場する。第一次大戦が始まると、これらの機関銃はシュワルツローゼやビッカースなど防御を目的とした重機関銃と MG0815 やルイスなど小型で攻撃用の軽機関銃に大きく枝分かれして、それぞれ独自の道をたどり始める。第二次大戦ではブローニングの M1919 や MG34 など同一の銃で攻撃用、防御用に流用でき、射災型、艦載型などに対応できるジェネラルパーパスマシンガンが登場した。一方、軽機関銃はさらに軽量化が進み、リグチャレブ、救急式などが開発され、これらのコンパクトな機関銃は分隊ごとの支援機関銃として使われ、現代のスクワッドオートマティックウェポン SAW の原型となった。7.62mm ファルライフルのバレルを強化して SAW とした FNLAR。 メカニズムはファルと全く同一だが、バレル部の厚みを増し、より長時間の連射を可能にした。さらにバイポッドとストック後部に折りたたみ式片当てを装備し、命中精度を向上、SAW としての要求に対応している。
FNLAR はファルと変わらない操作性を持ち、同一のマガジンを使用するためファルと同時に採用している国が多い。M16A2 をベースに SAW 化させた M16A2LMG、 FNLAR と同様、 M16A2 ライフルのバレルの強化やバイポッドの強化がなされているほか、バレル上部にはキャリングハンドル、下にはフォアグリップが装備され、前進しながらの射撃を容易にしている。また100発の容量を持つ特殊なマガジンも製造されて、より多数の弾薬の連射も可能にしている。現在アメリカの海兵隊をはじめ、エルサルバドルやブラジルなどで採用されている。AK-74 をベースとする SAW モデル RPK-74、他の SAW と同様にバイポッドを備えており、 AK-74 より長いバレルサイズを持ち、より速い弾丸速度で長い射程距離を実現している。ライフルのマガジンより15発多い45発のプラスチック製マガジンを装着。これに対応してリコイルスプリングとレシーバーを強化し、長時間の連射を可能にしている。RPK-74 はロータリーボルトを利用し、ガス圧で作動する AK-74 と同一のメカニズムが流用されている。現在ロシアをはじめ AK-74 を持つ東ヨーロッパ諸国を中心として採用されている。アメリカ軍のトライアルに向け、 FN 社が開発したミニミ SAW、 マシンガンを軽量小型化する方向で開発された点において、アサルトライフルを強化した他の SAW とは一線を画している。最大の特徴はベルトリンクとマガジンの双方で給弾できることで、マガジンは M16 の30連発を使用。さらに長時間の連射で熱を持つバレルの交換も可能になっている。
現代の戦闘形態にマッチした SAW としての評価は高く、ベルギー、アメリカをはじめ多くの国で採用されており、日本の自衛隊でも次期 SAW として導入が決定している。現代マシンガンは部品の組み替えによってさまざまな用途に対応できるようになっており、地上で用いるほかにも車両や船舶、航空機などに搭載して幅広い範囲で使用できることが要求されている。FN 社のジェネラルパーパスマシンガン FN マグ、1950年代初頭の開発で、マシンガンとしてはいち早く 7.62 ミリのナトー弾を導入したこともあって、 FN ファルとともに西側諸国を中心とした市場でベストセラーとなった。球弾システムはベルトリンク、スチールプレートを組み合わせたレシーバーはシンプルなロックシステムを備え、作動はガス圧を利用、バレルは交換可能となっている。スタンダードな地上型以外にも多彩なバリエーションの展開が可能で、現在までに15万丁以上が生産され、70カ国以上が採用している。5.56 ミリナトー弾を使用するヘッケラー&コッホ社の最新マシンガンGR-9C。 ヘッケラー&コッホ社独特のローラーロッキングシステムを組み込み、固定式のスコープを備えて命中精度を向上させている。迷彩色のペイントが施されているモデルはカモフラージュを意味する C が付けられ、 GR-9C と呼ばれている。ベルトリンクの球弾システムは部品を交換することによってライフルのマガジンも装着可能、バレルの交換もワンタッチで行える構造を持っている。12.7 ミリの大口径弾丸を発射する M2HMG、天才銃器発明家ジョン・ M ・ブローニングによって設計されたものが原型となっており、その後改良が加えられ、1933年現在のスタイルのものが誕生した。
地上用のほかにも車載型、艦載型、航空機搭載型など現在までに200万兆以上が生産され、アメリカ軍や NATO 各国で採用されている。軍用銃は兵器システムのハイテク化に対応し、新たな素材や製造法を取り入れ進化を続けている。そして戦闘の形態がいかに多様化しても、軍用銃が重要な役割を果たすことに変わりはない。ガンズオブザワールドボリューム3、スペシャルパーパスウェポンズ。世界の特殊部隊対テロ警察で使用されている銃の中から、サブマシンガン、スナイパーライフル、そしてコンバットショットガンなどをスペシャルパーパスウェポンズとして紹介。通常のサブマシンガンはもちろんのこと、サイレンサーサブマシンガン、スターリング L34、MP5SD。そして小型で高威力、新しいカテゴリーの軍用銃を目指して開発されたP90。 VIP 警護専用のアタッシュケース MP5、
世界初公開の映像でお送りするガンズオブザワールドボリューム3スペシャルパーパスウェポンズ。ガンズオブザワールドボリューム1ハンドガンズシリーズ第1弾ハンドガンズではベレッタ 92F グロック17をはじめとする現在世界で最も注目されるセミオートマティックピストルやスミス&ウェッソン M629 コルトアナコンダなどの最新44マグナムリボルバーを一挙公開。またヒストリカルガン、特殊ガン、そしてフルオートマティックマシンピストルまで銃の持つ魅力を余すところなくお伝えするガンズオブザワールドボリューム1ハンドガンズ。